アイナジは、ラトビアのビドゼメ地方にある港町。エストニアとの国境近く、かつてのリーブ人の漁村に位置する。エストニア語で、星草の道を意味するハイナステが、由来とされる。リボニア語で、星草の意のアーアイナや、ヘンピナの意のアイナギが展示たとの説もある。中世にはドイツ語で、ハイナシュと呼ばれた。元は、リーブ人の漁村で、1564年に、 初めて歴史上に登場してから領主がコロコロ変わった。1870年代に本格的な発展に入り、造船業が起こった。ビドゼメとクールラントが松林に覆われていた19世紀、海に望むアイナジは材木も容易に手に入る造船にもって恋の立地にあった。1864年にはクリシュアーニス・バルデマールスの援助でラトビア初の海事学校が開校。 エストニア人とラトビア人の百姓を無情で船乗りに要請したが、第一次世界大戦の影響で平行に追い込まれた。1857年から1913年にかけ、航海に耐えうる50隻以上の船が建造され、1902年には鉄道が開通した。第一次大戦までに、近郊の酒グリーバを上回り、ベドゼメで最大のラトビアでも4番目に、 大きな港湾都市に成長した。風車、魚の加工場、レンガ作りの釜も有していた。第一次大戦で街は壊滅した。港は廃墟と化し、火客船はことごとく沈没した。1919年2月にエストニア陸軍がドイツ軍を駆逐し、進駐エストニア人が人口の多数を占めていたが、戦後はラトビアに組み入れられた。 エストニア軍は1920年に撤退した。第一共和制で町は復興を果たした。港は1923年に水深のより深い場所に再建され、1930年には灯台が建てられた。しかし、第二次世界大戦で再び戦火に飲まれた。海事アカデミーは焼け落ち、港は空襲を受け、倉庫では略奪が起きた。 港はソ連統治下で一部再建されたもののパルヌには及ばず水産化工業でも逆つぐり岩に追い抜かれた。ラトビアが独立を回復した1991年、アイナジには風力発電機が建てられ、エストニア国境に税関が設けられた。臨海学校の校舎には博物館ができ、学校の遠隔とビドゼメ地方における造船の伝統を今に伝えている。機関産業は 林業と木材加工業、それに貿易で欧州ルート E67 号がエストニア国境を通ることから運輸業も盛んである。郊外を含む人口は1794人で、行政上ではビドゼメ地方で最も小さい町である。昨年比では5.08%減少した。民族構成はラトビア人が92%、ロシア人が3%、 エストニア人が2%、その他が4%となっている。ありがとうございます。